三粒子とは、眼睛の病気の一種である。まぶたの裏側が腫れ、時には赤くなる。通常、痛みやかゆみはない。美容的に悪くなることがある。埋膀無線の出口がつまり、中に分泌物が溜まったもので、爆粒子と異なり、通常細菌感染を伴わない。三粒子に感染を伴ったものを急性三粒子と呼ぶ。三粒子に見られるまぶたのしこりに対し、 抗生剤の転眼や軟膏は患部に対する直接の効果はないと言われている。しかし、自然治癒には時間がかかるため、最近感染を起こし炎症を伴う場合、手術を行い患部を切開し、溜まった脂肪を摘出を必要とする場合がある。ただし3歳以下の小児の場合、極部麻酔で摘出手術を行う大人と異なり、全身麻酔が必要となるため、 摘出手術による副効果を忌避すべく抗生剤点眼やステロイド、点眼、難膏での治療を主に行う。三流種によるまぶたの腫れ自体は細菌感染によるものであることが多いため、点眼や難膏によって数日から一週間前後で改善が見られる。しかし、三流種の根本的な原因は細菌感染ではないため、 まぶたのしこりが消失するまで数ヶ月を要することもある。ありがとうございます。